こんにちは、ヤマゾンです。ついにですね、君たちはどう生きるかのパンフレットを手に入れることができました。長い、めちゃくちゃ待たされました。1ヶ月待たされましたからね。で、しかも1ヶ月待った割には内容がないっていうか、なんかね、インタビューとかじゃないんですよね。結構映画のいろんな場面のイラストが描かれてて、どちらかというとイラスト集に近い感じになってます。ただね、映画のいろんな場面を、じっくり見ることができるんで、今まで僕がしてきた考察とかをね、合ってるかどうかなっていうのを今回確認していきたいなと思ってます。これ820円かけて買わなくてもいいなっていう人は今回の動画見ていただくと、結構内容がもうちゃんとわかるようになってるんで、安心して見ていってください。では早速1ページ目ですね。1ページ目にはですね、主に映画の概要が書かれてます。で、この概要の中に生と死っていう文字がもう3回ぐらい出てるんですよね。なので今回この映画のテーマは生と死に置かれてるってことがちゃんとね、明言されてます。いろんな異世界が出てくるじゃないですか、この映画。そこが死が終わり生が始まる場所というふうに書かれてるんで、死後の世界を舞台にした物語ということも分かります。なんであそこにいた生き物たちは、おそらく魂ですよね。死んだ人の摂取を行わないものとかわらわら、じゃあこの摂取を行わないものとわらわらの差は何かってことなんですけど、多分死んだ人はあの海に摂取を行わないものとして落とされて、でそこで摂取を行わないことによって少しずつ浄化していって、現世の汚れを落としてわらわらとなってまた生まれ変わるというふうに、王子様が均衡を保つためって言ってたんですけど、そういったふうに浄化するための場所だと思います。で、姫に与えられた役目っていうのは、ペリカンがわらわらを食べ過ぎないように火の力を与えられていて、ピリコさんは魚をわらわらや摂取ができない者たちに与えるために肉体的強さを与えられていると考えられます。結構ね、ヒミの火の力ばっかり目がいくんですけど、キリコさんもね、魔法で力が与えられてるんですよ。これどこでわかるかっていうと、最初におばあちゃんのキリコさんが出てくるじゃないですか。その時おばあちゃんのキリコさんめちゃくちゃ腰が伸びてるんですよ。これね、宮崎駿さんめちゃくちゃわかりやすく書いてくれてて、他のおばあちゃんたちが逆にすごい腰を曲げて書かれてるんですよね。なので一人だけピンと腰が張ったキリコさんが目立つように書かれてるんですけど、後で真人くんと一緒に石の館に近づくにつれて、どんどんね、キリコさんの腰が曲がっていくんですよ。これは姫が石の館の中で火の力が弱まったのと一緒で、キリコさんも魔法で与えられていた肉体的強さを失ってるんですよ。ここからですね、キリコさんも姫も異世界で能力を与えられていたということが分かります。じゃあなんでそんな分かりやすくキリコさんの魔法が現実に戻っても残ってるよっていうことを宮崎駿は伝えたかったかっていうと、多分同様に姫、真人くんのお母さんも現実世界に戻っても火の力が残ってたっていうことを伝えたいんだと思います。そうするとですね、結構ね、物語が深くなるというか、序盤の火事のシーンの原因が真人くんの母親自身にあるということを示唆しているんじゃないかなと考えてます。結構怖い話ですけどね、そうなると。で、読み進めますと、結構みんなが謎に感じているこのね、お墓がね、ドーンと出てくるんですよ。しかもこのお墓ね、最後のページにもっとね、分かりやすく書いてあって、これがお墓なんですけど、こんな風なんですよ。これ全く同じものがやっぱり産屋にもありましたよね。僕これ多分宮崎駿さんの言葉遊びだと思ってて、お墓っていうのは入るものじゃないですか。で、産屋っていうのは赤ちゃんが出てくる場所じゃないですか。多分こっから入ると産屋に繋がってるんじゃないかなと考えてて、多分産屋とここの世界をつなぐトンネルになってるんじゃないかなと考えてます。そう考えると、なぜ夏子さんが異世界に呼ばれたかっていうのが分かるんですよね。今回の物語、王子さんの目的が2つあって、1つは真人くんを後継者にすることで、もう一つは結構これ分かりづらいんですけど、真人くんの弟を後継者にすることなんですよ。真人くんがもしも後継者にならなかった場合、後継者になることを拒んだ場合に、スペアとして真人くんの弟も必要だったわけですよね。ただ王子様はあと1日しかこの世界の均衡は保てないって言ってて、真人くんの弟の出産まで猶予がなかったわけですよ。で、この後継者の条件っていうのが、一つが一族であること、でもう一つが純粋な魂を持ってること。この純粋な魂は何かっていうと、さっきの僕の予想で言うと、多分浄化された魂のわらわらだと思ってます。そうするとなんで産屋に呼ばれたかっていうと、この直通のトンネルを使って金庫が壊れた後もわらわらを連れてこれるからなんじゃないかなと考えてます。そうすると世界の均衡が壊れた後も真人くんの弟をですね、後継者の候補として育てることができるんですよ。じゃないとわざわざ同じね、その石のアーチを置く必要がないですから、これは多分ね、当たってるんじゃないかなと思ってます。と、他にね、印象的なところは、
これね、ジブリ映画たくさん見てる人は気づいたかもしれないんですけど、夏子さんの描き方がお母さんの描き方じゃないんですよ。これ夏子さんの唇見ていただくと分かるんですけど、ピンク色になってるんですよね。ジブリの母親で唇をピンクにしてるっていうのはなかなかいなくて、これ一人の女性として描かれてます。今回の映画って火事に向かって走る真人くんの視点から始まって、結構ね、真人くんの目線が多く使われてるんですよ。階段を登るシーンとか、お父さんとお母さんがキスするシーンとか、真人くんの目から見たものを直接見せてくれるシーンが多くて、まあ、ジブリの中で結構珍しい方なんですよね。なので今回の映画は真人くんのフィルターを通して僕たちは映画を見せられてるってことがここで暗示されてます。そんな中でこういう風に、まあ、美しく艶やかな女性として描かれてる夏子さんは、まあ、多分真人くんは恋してるんですよね、夏子さんに。じゃないと異世界で若いキリコさんに夏子さんってどんな人かって聞かれて、父が好きな人ですなんて答え方しないですよ。あれは父が好きだから僕は諦めなきゃいけない存在ですっていう風に伝えてるんですよ。多分だから真人くんが自分の頭を傷つけたとも夏子さんに看病してほしかったからなんじゃないかなと考えてます。真人くんは罪悪感がそれに対してあるんですよね。自分の母親が亡くなってすぐに再婚した父親をすごい不審に思いながらも、その相手である夏子さんに好意を抱いてしまってるっていう、こういうねちょっとしたね矛盾というかぐちゃぐちゃな感情が真人くんの中にあるから、真人くんはすごいね悩んでいたんだと思います。ただ途中から真人くんがね、夏子おばさんという言い方からね、夏子お母さんになるんですよ。それがどこかっていうと、ひみと出会った後なんですよ。この可愛いひみちゃんに出会った後に、夏子おばさんという言い方から夏子お母さん、つまりお母さんとして認め始めるんですよね。でこのハグは多分ひみが真人くんに好意を抱いてる証拠なんですよ。真人くんは母親を裏切ってしまったこと、夏子おばさんに恋してしまったという矛盾した感情を自分の母親ひみと恋をすることによって振り切るわけですよ。だからこそこのひみちゃんは最後に真人くんを産むなんて素敵じゃないかって言って、自分が死ぬって分かってる現実世界に戻るんです。あれは自分が産んだから真人くんのことを好きなんじゃなくて、真人のことが好きだから産みたいっていう感情なんですよね。で最後に真人くんが王子に向かって、頭の傷が悪意の証拠っていうのは夏子おばさんへの性欲の表れ、その性欲のせいで自分を傷つけてしまったからこそ悪意だというふうに伝えてるんです。ただこれを王子は理解できないんですよ。なぜなら王子にはね性欲がないから。だって普通に考えて、自分の一族しか後継者にできないんだったら、王子は自分で子供を産むっていうのが一番早いんですよ。なのにそれをせずに自分の一族の別の人が産んだ子供を後継者にっていう風に候補として挙げてるってことは、多分王子さんはもうだいぶ昔から性欲ってものを失ってるんですよ。だからこそ性欲、まあ、つまり性欲イコール生と死の性の部分なんですよ。でも王子はその性の部分を理解できないからこそ、この一見均衡を保ってるように見える世界も実は不完全なもので、それを見抜いて真人くんはこの世界の後継者になることを拒否するんです。なかなかね複雑になってて見えないようになってるんですけど、まあ、こういう生々しい部分を宮崎駿さんは書く人なんで、まあ、多分こうなんじゃないかなと考えてます。で最後にこのね、数少ない新しい情報というか、今回のパンフレットで得た情報なんですけど、この映画を作るにあたって、まあ、最初の案が2つあって、1つが運と平和な映画、例えばトトロのようなもの、トトロの2は可能かというふうに宮崎駿は考えてるわけですよ。でもう1つは、まあ、戦時下を舞台にした映画、時代を先取りして作りながら時代に追いつかれるのを覚悟して作る映画というふうに書いてて、まあ、多分今回作ったのはこの2なんですよね。まあ、戦時下を舞台にした映画、戦争っていう感じはあんましなかったですけど、多分ね2の色が強いと思います。だからもしこのね宮崎駿が次回作を万が一作るとしたら、この1トトロ2が来るんじゃないかなと考えてます。なんなら見てみたいです。しかも宮崎駿トトロ2に関しては可能性としてはある、面白いものを作れるかもしれないと思うが、思うだけで戦争が始まったら作ることに意味が出てくるだろう。戦争が始まったじゃないですか、ウクライナとロシアの。しかも宮崎駿はこのトトロ2に可能性を感じてるんですよ。これ多分宮崎駿の遺作っていうか最後の作品、トトロ2になるんじゃないかなとね結構考えてます。ただね本当に新しい情報っていうのがねもうここぐらいなんですよ。他はねもう全部こういう風なイラスト集になってるんで、うん、ちょっとパンフレットとしてはねなんか不完全燃焼ですね僕的にはただね手元に置いて間違いないものだとは思うんですよね、このまあ多分最後の作品だし、まあ、僕的にはね820円の価値は全然あると思うんで、まあ、皆さんも、まあ、映画館に行く機会があったらぜひ買ってみてください。動画を見ていただいてありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。